di YouTube jadi bur. あれ？カウンターに誰もいないな。雰囲気も怪しい。おーい！誰かいるか？いらっしゃい。ちいち。今、どこからか声がしなかったか？カウンターの方からだったな。先に行ってみてくれないか。カウンターより身長が低かったんだな。Paimon kawan kita. Ah, betul lah. Odeko ni fuda ga aru zo. Fubokuro e yōkoso. Nana da. Nana wa ichido shinda. Zen nin ni tasukerareta. Dakara, Kyonshi. Chichi, kalau di Nihongo. Nana.モンドだとこんなのありえないよな。それでお嬢さん、ここに衛星光はあるか？処方箋は処方箋は持ってきた？衛生校なら処方箋はいらないと思うが、病とは関係ないからな。処方箋があれば薬用意できる。これはナナが自分に下した直令。キョンシーを動かすには直令が必要だ。しかしなぜかこのお嬢さんは自分で自分に直令を下しているみたいだな。処方箋はないが衛生光を用意してほしい。いいよ。あれ、急に協力的になったな。でもナナを手伝ってほしい。その方が公平。店員が客を手伝うのは不公平なことだったのか？構わん。こういう対等な関係も悪くない。リーゆえにおいて取引の真髄とは相手の立場に立って考えることだ。じゃあ天光山に行って、奇襲機を使ってココナッツ羊を飼ってほしい。
いや、彼女が言ったものに俺は聞き覚えがある。奇襲機は昔、仙人が天鉱山の上に建てた土砲で、機関術の産物の一つだ。場所は天鉱古城園の間にある。自動的に巨大な魔物を迎撃するため、外からの脅威を防げるんだ。勝利は本当にリーユへのことに詳しいな。そうでもない。例えばそのココナッツ羊なるものは聞いたことがない。ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。え？それだけ？うん、ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。見た目はわからない。どこにいるかわからない。なんでいるかわからない。まあいい、まずは奇襲機の周りを探そう。もしかしたらそこに手がかりがあるかもしれない。ココナッツ羊、どんな生き物なんだろう。残したものだな。でもどうやって使うんだ？動かすのにどんだけ力がいるんだよ。今は動かせない、壊れているからな。え、これ壊れてるのか？千年もの時が経っているからな。たとえ千人の道具でもボロが出てくる。じゃあどうすりゃいいんだ？勝利、早くいつもの上流の豆知識で何とかしろよ。ん？俺を何だと？芝居と鳥の鑑賞以外何もできない金持ちの坊ちゃんじゃないぞ。そうだな、奇襲機が作られた当時、傷などの修復をするため予備用の材料が用意されていたはずだ。俺の知識が正しければ、この古城園の中に当時の備品室があるはずだ。そこに保管されている材料と奇襲機の原理を理解できれば修理も難しくないだろう。ってことは勝利はその原理を知ってるんだよな。少しはな。材料が十分に集まったら試してみよう。これだけ予備用の材料があればこと足りそうだ。修理してみるから少し待っててくれ。完成だ。奇襲機の構造は思ったより精密だったな。おお、それでどう動かすんだ？簡単だ。こうしてこうだ。ほら、望遠機能もついているぞ。ここはいない。ここにもいない。
おい、何してんだ。これは、この大弓を直したのか。何勝手な真似をしてやがれ。大弓ではなく奇襲機だ。それから質問をする前にまず名を名乗れ。それが礼儀というものだろう。見てわからないか。俺たちは宝刀団だ。この辺りにお宝が隠されてると聞いてやってきたら、この機械の大弓が厄介でな。この間も山に入ったら兄弟がこいつに串刺しされそうになる始末だ。俺たちが命がけでこいつを破壊したってのに、ちょっと目を離した隙に直しやがって。お前ら許さねえ。痛い目に遭わせてやれ。私欲のために千人の知恵を汚すとは、お前たちには教訓が必要なようだ。相手を間違えたな。えよっ、うわっ、はっ、せっ、はっ、それ、うん、あどー大丈夫、へや、元気出してよ。いやぁ、封じ、行くよ。ほっ、はっ、こいつはどうだ。はっ、面倒だ。観念しろ。はっ、スタート。これ。ふっ、せっ。はっ、ふっ、ふっ。どうだ。な。おーか。こいつはどうだ。封じ、はっ、物分かりの悪い奴らだな。ああいった輩のせいで心を乱すのは損だぞ。七条との契約に集中しよう。おう、そうだな。それで奇襲機を直したのはいいけど、標的のココナッツ羊はどこにいるんだ。先ほど奇襲機を使って探してみたが、この付近にはよく見る野生動物の他に
注意すべきものはいなさそうだ。反戦の獣なら仙人の道具を用いれば探しやすいはずだが。どうしよう。もう修理したんだし、そんなこと言うなよ。このままここで考えていても拉致が開かない。ひとまず不墓黒に戻り、ココナッツ羊が見つからなかったことを告げ、相手の出方を伺おう。そうだな、オイラたちだって力を尽くしたもんな。すまないが、契約は完遂できなかった。ココナッツ羊という反戦の獣に心当たりがないんだ。あ、がっかり。大丈夫だけど、がっかり。こんなしょんぼりするナナを見てたら、なぜだかすごく申し訳ない気持ちに。ココナッツ羊のミルクは美味しい。普通の羊のミルクより美味しい。だからきっと反戦の獣。ごめん、ナナは記憶力が良くない。だからあのミルクの名前を書いた。探してみる。そうだ、これだ。おいしいミルク、ココナッツミルクだ。え？すまない、二人とも。七条と対等な立場であるために、よく考えもせず軽率な契約を結んでいた。なあ、大丈夫だ、勝利。リエユエにも諸行無常って言葉があるだろう。誰もこんな結末予想できないって。あれ、ナナ何か悪いことでもした？ごめん、オイラは子供の夢を壊せない。お前に任せるぞ。ナナが何やら考え出したぞ。有意義な人生の授業でしたね。ナナがお世話になりました。お前は？失礼しました。私はこの不墓黒の店主、白日です。店主はナナじゃなかったのか？この首に蛇を巻いた変わり者が店主？かわいそうに。
7でさえ十分単純なのに、それを上回る単純なやつがいるとは。ふい、ヘビがしゃべった。Not really surprising. しゃべるつもりはなかった。常連さんならまだしも、一元さんはびっくりするからね。でもこれ以上黙ってると、私は引き出しの中にいる蛇の干物たちと一緒だと思われてしまう。こちらは調整、悪意はありませんからご安心を。さて、ナナのおふざけに付き合ってくれたことはさておき、皆さんがここに来たのは何のご用ですか？こちらに衛星光は置いてるか？ああ、衛星光ですか。もちろんありますよ。はあ、よかった。少なくとも無駄足にはならなかった。300万モラで上質なものをご用意します。でも今は七星が黄金屋を使ってるから強盗は難しいと思うぞ。ふん、300万、特に気にしたことないが、一般的に見れば確かに少し無理があるな。そんな大金、オイラたちが払えるわけない。勝利ならもっと払えないだろう。確かに。どうすればいいんだ。はあ、また講師に助けを求めるしかないのか。ここなんて羊。面白すぎる。君たちそんなものに振り回されてたんだ。人の不幸を喜ぶな。あ、涙が出るくらい笑わせてもらったよ。さて、君たちのおかげで笑えたし、この問題は俺が解決してあげよう。白術さんかな。俺はファデュイの執行官、講師だ。今後のためにこちらと協力関係を結んでおくのも悪くない話だと思うのだけど、どうかな。不墨炉に必要であれば、ファデュイがココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。あ、ファデュイはそういうのが得意だと聞いたが、この不墨炉がただのココナッツミルクで買収できると思ってるのか。ココナッツミルク、ココナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。わかりました、わかりました。では講師殿、よろしくお願いしますね。この衛星光も特別価格で299万モラにしましょう。300万と299万じゃそんなに違わないだろう。299万、特に気にしたことないが、普通に考えて確かに300万より1万安くなった。さて、問題が解決したならそろそろ玉境台に戻らなければいけない。講師殿、店主殿、七条、ではまた。面白い奴らだ。こんなに笑ったのは久しぶりだ。それで俺が来る前からここに潜伏していた君は何か聞けたかな。はい、講師様。彼らは七星が黄金屋に。なるほどなるほど。行幸、それと七星ね。奴らが黄金屋に隠したいものなんて先祖の亡骸以外何があるというんだ。すまない、でも忠告はしただろ。リーウェには壁に耳ありということわざがあるとね。
バイ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 。